はい、おはようございます。ラスカルでございます。ちょっとね、今日風が強くてマイクね、ボワボワ言ってるかもしれないですけど、それはね、すいません。まあ、今日はね、見ての通りキャンプ場に来ておりまして、なぜかと言いますと、カメラマンでお世話になっている、まあ今日もね撮ってもらってるんだけど、マエチンがいいねお仕事を持ってきてくださいました。まあ、改めて言うとプロモーション含むでございますね。はい、で本日はまあそのプロモーションに携わるものを使って、このキャンプ場でね、デカ盛りのご飯をね作っていこうかなと思っております。まずね、どこに来てるかの、まあ、ご紹介ということで、神奈川県の相模原市にございます神野川キャンプ場に来ております。ということで早速ね、本日の本題に移りましょう。今回ねいただいた案件なんですけれども、こちら、よいしょ、はい、こちらのねジャックリーさんから案件をいただきまして、これバッテリーでございます。今回ねいただいたバッテリーなんですけれども、まあ、僕も結構ねバッテリー持ってるんですよ実は。ただそのバッテリーだと家庭用の炊飯器とか熱源を使う電化製品が使えなくて、こちらのジャックリーさんはワット数も高くて家庭用の炊飯器だったりとか家電が使えるということなので、本日はこちらのバッテリーを使って炊飯器でお米を炊きながらペッパーライス、これをね作っていこうかなと思っております。何回かキャンプとか撮ってるんだけど、デカ盛りの撮影ってしてないのよね。心配なんだけど、まあ、料理が成功するかどうか置いといて、まずはね炊飯器でお米を炊けるかどうか、ちょっとそこをね皆さんに見てもらおうかなと思います。いや、重て。で、まあ、こちらのキャンプ場はね、あの直火禁止なんで、こういうね、まあ、炭受けあるようなものを使っていきたいと思います。そしたら一旦火つける前にお米炊いちゃいましょうか。もう何よりもですよ、今日はこれがメインだから、これがちゃんと使えるかどうかの企画ですからねで、こちらのね本日お借りしておりますジャックリーさんなんですけれども、もちろんね通常は、まあ、充電したものをその電力使えるって感じなんですけれども、これ充電し忘れてる時とか足んない時あるじゃないですか。でそういった時に便利なのがこちらでございまして、これソーラーパネルでございますね。こんな感じで、じゃこのソーラーをこんな感じで、これねコード入ってますんで、でこれをここにね差し込みますと、でもうこれだけでね、まあ、日が当たれば充電ができるということで、まあ、めちゃめちゃ便利なんですよ。これねインプット数字出てると思うんですけど、今これで給電ができてるって状態ですね。じゃあひとまずね環境は完璧なので、早速ねこれお米準備していきたいと思います。一応これで、まあ、設定は完了ということで、がっつりね電源も入っておりますよ。こんな感じでめっちゃ長いよここから。そしたらですね、本日用意したお米がこちら山形県産の、まあ、無洗米でございます。2合ほど入ってるんで1合ぐらい食える？1合以上は食えます。あ、食える。ちょっとねこっから完全にキャンプモード入りますんで、タオルで行かせていただきますね。よいしょ。でもやっぱりさ火で炊くねお湯とかも楽なんだけど、これがあればケトルとかですぐお湯沸かせるから、朝なんかはさ寝起きにコーヒー飲もうと思ったらこれあったらさ超便利だよね。起きてから火起こすのめっちゃ大変なのよ。はい、ということでね今水入れてきたんで、これちょっと炊飯に回したいと思います。よいしょ。この炊飯なんですけど、うちねこれ家から持ってきたの。このコースがいろいろあって、まあ、エコ炊飯とか銀シャリとかいろいろあるんだけど、普通のバッテリーだとやっぱエコ炊飯じゃないとちょっとワット数が足んなかったりするんだけど、このね今回使うバッテリーは業界でもトップクラスに容量があるバッテリーなんで、まあ、今回はこの銀シャリモード、一番美味しそうなモードでちょっと炊飯していこうかなと思いますんで、よいしょ。ただ毎日大変なことが起きた。早炊きじゃないから銀シャリモード56分かかります。でちょっとひとまずね火つけていきましょうか。薪でもやりたいんだけど火強すぎるじゃん。だからちょっと今回はあの炭使用してやっていこうかなと思います。これ着火剤なんでこんな感じで置いてと、火つけましてでこのまま乗せると。でも、ね、残念な報告があって、ここからやることないのよ。本日は、まあね、運転とかお仕事もあるんでね、まあ、ノンアルで行かせていただきます。でもね、自然で飲むのが最高にうまいのよ。いただきます。
いや最高にうまいよ、やっぱ最高、最高にうまい。うん、見てよ炭、いい感じに火入ってきたよこれ。そしたら一旦これ炭移しちゃいましょう。そしたらですね、この後本当に炊き終わるまで全くやることないんで、ちょっと休憩しましょう。ということで、ただいまね、お米炊けたみたいでございます。いや、あのね、さっきこれを使えば余裕ですとか意気込んでたんだけど、ぶっちゃけちょっと不安でございます。一回ね、皆さんと一緒にこれがちゃんと炊けてるか確認させてください。炊けてっかな、いきます。オープン。おお、めちゃくちゃ炊きたてのうまそうな飯に仕上がってるじゃない。よいしょ、あ、炊けてるよ、めっちゃちゃんと炊けてる。この子 OK なので、ちょっとね今一回片付けて最初にね盛り付けをしていきたいと思います。ということで、調理の準備できました。今回ね使用するお皿こちらでございます。めちゃめちゃでかい、これでね直径38センチ、まあ、こんだけあればさすがにこの6号のお米も収まりきるかなと思います。ちょっとこれ熱いよな、このね、お米使うデカ盛りはこのシーンが醍醐味だよね。じゃあいきます、せーの、ほっと、あっつ、いくよ、うおー、きた、めっちゃ綺麗じゃない。じゃあひとまずね、さっきこれ仕込んでおきましたお肉たちをまずこれ乗っけるらしいんですけど、油引き忘れてない？忘れてるよね完全に。ちょっと周りに行こう。油買ってなくない？持ってないですね。オリーブオイルでいい？じゃあ本当は多分ねサラダ油なんだけど、ちょっとまあここに周りに和える感じで。入れすぎるとベチャベチャになるから気をつけてねって書いてあった。でだ。そしたらこれお肉と。ちょっとね割合がおかしいかもしれない。こんなんだっけ。ちょっとさすがにこれだと不格好すぎるんで、ちょっとこれ伸ばしていかないとダメだよね。よいしょ。で本当はここに最初バター乗っけた上にコーンとかネギを乗せるらしいんだけど、まあ、見栄え的にねやっぱバター一番上がいいから、うん、ちょっと先にコーンとネギを乗っけていきましょう。はい、今回用意したのこちらシャキッとコーン、まあ、もう絶対一番有名だよねこれが。そしたらここにコーンをドバッと、あ、俺これ YouTube で見たことあるやつだ。そしたらここにこれ、もうね、今日は刻みネギ買ってありますんで、綺麗に盛り付けたいところだけど、え、どうなの？俺こういうセンスあんまないんだけど、どう？間違ってないです。間違ってない？ちょっとまあ残ってるから、これ足りなかったら後で入れよう。そんな感じでいい？はい、うん、今回買ってきましたよ。俺やらないからそういうの。やらないんだけど、今日はこれでね、ちょっと一本バターを挑戦しようかなと思います。でもこれはさ、こうでしょ。見た目500点満点じゃない。そしたらね、今盛り付けこんな感じで完成しましたんで、早速ちょっと火入れして調理していきましょう。やっとだよ、今何時？マジで。うわ、めっちゃうまそうだけどね、もうこの時点で。ただマジこれ調理するのめっちゃ時間かかりそう。ここでもまた時間かかんの？だって今現在時刻2時26分、来たのが12時、2時間半じゃん。でしかも今日これ泊まりじゃないから日帰りだから5時までなのよ場所が。あと2時間半で食べて片付けて全部撤収しないといけないから、マジで結構やばいよ。押してる、だいぶ押してる。ちょっとこれじゃあ一回混ぜてった方がいいんかな。そうですね、混ぜてください。そこが焦げちゃうもんね。これ何時間かかるこれ終わんの。もうちょっと黒くない本家の。ちょっと足んないっぽいよね。ちょっと入れようか。っていうかね、そもそも醤油しか入ってないから、これ絶対に塩コショウとかもした方がいいと思うよ。これ量が多いからさ、今の量が少ないのか多いのかが分かんないのよ。して、せっかくだからニンニクもちょっと追加しようか。うわ、
悪魔的だねこれは。でこれちょっと黒胡椒ね、かかってる。これ全部風で飛んでない？大丈夫？半分飛んでるよね。で今ちょっと作ってて思ったんだけど、この料理ってさ、もうちょっとあのジューって言って作るもんじゃないの？火が弱すぎてさ、全くならないんだけど音。まあでも今バターも溶けてきて、その赤みもねちょっと引いてきたね。でも混ぜた感じ、もうちょっとネギとか入れてもいいかもね。ちょっとネギ追加しますか、残ってるし。あ、いいね。もう手首が取れそうだよ。でもこんだけ混ぜてればニンニクも塩コショウもこう固まってることはないっしょ。でもこれバターも全部溶けてきたんじゃない？うん、完全に。いやもううまそうよ、ぶっちゃけ。めちゃくちゃこれ冒頭でさ、火力強いから炭にしましたって言ったけど、これワンチャン焚き火で作った方が良くなかった？いや、思ってました。どう考えても火力足んないよねこれ。いや、作る前のイメージだとさ、こうジューっていう感じだったんだけど、静寂完全なる。まあでももうこれいい感じにレア目じゃない？もう美味しそうだし食べてもいいかなって思うぐらい。そうね、火入れしながら食うか。じゃあとりあえず一旦こんな感じで完成でよろしいでしょうか？はい、はい、ということで今ねこれ完成いたしました、ペッパーライス。まあ、このご時世だからさ、先にちょっと取り分けさせて、ちょっと前チンの分も先に取り分けます。はい、正直言っていい？肉はこれレア？それとも生？レアです、レアです。これレア？オッケーオッケーオッケー。もうちょいいる？もうちょっと。うん、こんぐらい？はい、最高です。じゃあちょっと向こうのテーブルに置いときます。食べ方がさ、あの大きいんで申し訳ない、申し訳ないんだけど、スプーンとかではないものなんですけど、これで行かせてください。ちょっとお先にすいません、いただきます。よいしょ。いやもうちょっとね、一口目っていうタイミングでめっちゃ風吹いてきたんですけど、すいません、ちょっと音すいませんね。いただきます。待って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 、これやばい、待って待って待って。めっちゃうまいよこれ。いや、お店の味を思い出したこれめちゃめちゃうまい。バターの香りがすんごい。これがね、このジャンクさがやばいのよ。いや、バター加減めちゃめちゃちょうどいいわ。むしろお店で物足りなく感じてる人は、これぐらい濃くないとバター感味わえなくて、なんかね、本当にちょうどいい。うん、いや、また最後醤油足してよかったよ。うん、濃さはぴったり、めっちゃうめえ。自然の中で食う飯いいな。うん、うん、うん、うますぎる。このペッパーライス企画もっと早くやればよかったマジでうまいよこれ。あの宮川大輔さんの気持ちがわかるわ。うまいってなるよ、こういう場でこういううまい飯食ってると。うん、ちょっと一旦カメラ変わって毎日も食べてみる。いいもちろん。うまい。バター加減いいですね。バター加減ちょうどいいよね。そうなるよね。このこってりに水よね。うまっ。うん。
皆さんにもマジでこのキャンプ場で食う飯を味わってほしいな。でもちろんさ、家でも食べても美味しいと思うのよ。ただこの景色の中で食べるこのキャンプ飯は最高に多分倍ぐらいうまく感じると思う。カメラ越しでみんなに伝わってんのかな、この良さ。でもこうやってさ、この外で食う飯、まあ、キャンプでも食ってるんだけど、こういうデカ盛りとか大食いは大会以来してないからさ、なんかちょっと新鮮な感じがする。これ気が張ってないこの外での大食いはこれ初めてかもな。俺去年痛風になったじゃない。なったのにもかかわらずその日すらもう休館日なかったからね、1年間。普通に家で飲んだり晩酌とか。いやでも正直痛風になっても全然飲んでたね。なんで、まあ、だってそこに酒があるから。もうただそれだけの理由です。そうね、もう残りこんなもんですよ。もう残りはこんなもんで、まあ1号2号ぐらい。俺もっと結構しんどいというか大変な大食いを想像したけど、今日全然いいわ。後半になってくるとバターの風味がすごい溜まってきてさ、めちゃくちゃデブ飯の味がする。やべえな、マジであっという間すぎるな。最後ですよこれ。一瞬でしたねこれ。いやーめっちゃうまかった。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、こちらのキャンプ場でジャックディさんのポータブル電源を使って、まあ、炊飯器でねお米を炊いてバカでかいこのねペッパーランチ作ってきたんですけれども、とにかくうまかった。やっぱりね炊飯器使ってるんで普段ね飯盒で炊くよりもしっかりとムラなくお米炊けましたし、ニンニクがねがっつり効いたお肉ご飯をこのね外で食べるこのジャンクさ、最高でございました。でこちらね本日炊飯で使用しましたジャックリーさんのポータブル電源、炊飯器のみで使用しましたが、それ以外にももちろんいろいろ使えまして、電気ケトルだったりとか、冬場のキャンプであれば電気毛布とかちっちゃい冷蔵庫なんかも使えたりして、ものすごく便利な商品になっております。でプラスアルファ、これで電力なくなったなって外で思った時も、先ほどね僕らも使用していましたソーラーパネルがついておりますので、そちらでね充電しながら使用も可能となっております。プラスアルファね、今回はこれ 1000W のものを使ったんですけれども、これ他に4種類あります。これちょっとね間違えないようにワット数だけ読ませていただきますが、240W、400W、708W、1500W と、まあ、こちらのね 1000W 含めまして合計で5種類のポータブル電源販売しております。まあね、各ご家庭に避難用だったりとかキャンプ用だったりとかいろんなね用途があるかと思いますので、ぜひね皆さんも使用用途に合わせてこちらのポータブル電源気になる方は買ってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。じゃあねー、みんなもキャンプ生活楽しんで。